トップギアテストトラックは、イギリス BBC で放映されている自動車、番組トップギアが使用しているサーキットであり、同国サリー州に所在する。元はロータス社のテストコースで、それ以前はカナダ軍やブリティッシュエアロスペースが使用していた飛行場であった。トップギアが、現行のスタイルに改まった2002年以降、同番組のテストコースとして使われている。 番組のパワーラップや有名人レースのコーナー、チャレンジ企画で使用される。飛行場内に存在し、コースの大半は滑走路や誘導路をそのまま使っているのが特徴である。トップギア以外のテレビ番組でも使われている。有名人レースでは一般のゲスト向けの車は4、5年ごとに変更され、レーシングドライバー向けには現在も鈴木リアーナが使われる。 また、この企画では、トラックの状況に応じて、以下のタイム調整が行われる。パワーラップで記録された番組公式のラップタイム。上位10代11位以下のラップタイムについては、ボード外記録以下の記録は、もろもろの理由で、番組のラップタイム記録ボードの対象外である。ただし、リチャード・ハモンドが登場した人力、ポルシェのタイムは乗っている。 一般ゲストの上位10人、レーシングドライバーミハイル・シューマッハもシリーズ13、エピソード1に出演した際に挑戦したが、2代目、スティグの正体の噂を否定するため、故意にコースオフしたことから、記録なしとなっている。コース全体が平面の8の字型に構成されているため、周回中に同じルートを2回通過する、通常のサーキットではまずありえないレイアウトが、 特徴である。ありがとうございます。